はい、こんにちは、116インズです。毎年ちょっと変わった選手成績を眺める動画を出している当チャンネルですが、まあ例によって今年もそれをやろうかなと、今年の絶妙にアンバランスな成績を見ていこうという趣旨で今回はやっていければなと思っています。まあ完全に趣味ですけれども、今年もお付き合いいただけると幸いです。それでは早速見ていきましょう。まず1人目はマリナーズのローガン・ギルバートから。デビュー以降毎年進化を続けているギルバートですが、今季も素晴らしい1年となりまして、33先発208回3分の2を投げて防御率 3.23、 220奪三振、初めてオールスターにも選ばれた年ともなりました。内容的にはチームのエースと呼ぶにふさわしいピッチングを見せてくれた今季のギルバートなわけですが、しかしなぜかとことん勝ちには恵まれず9勝12敗。クオリティスタート22回達成しましたが、このうち実際に勝利投手となったのはわずかに7試合と、味方の援護に恵まれない試合も多かった印象です。今や投手の勝ち負けにさほどの価値はないとはいえ、これだけのピッチングを1年間見せれば普通はある程度は勝ちもついてくるところ、今季のギルバートと同様に200回以上、220奪三振以上、防御率 3.30 以下で2桁勝利できなかった事例は調べた限りですと、他に最優秀防御率に輝きながらもわずか8勝に終わった1987年のノーラン・ライアンしかいないようで、 MLB の歴史で見ても内容の素晴らしさの割に全く勝ちがついてこないシーズンとなってしまいました。マリナーズ打線反省しような。続いてはマーリンズのリリーフピッチャーデクラン・クローニンの成績。クローニンは今季マーリンズブルペンで56試合に登板し、それ自体はもともとドラフト36巡目指名でプロ入りしたことを考えますと快挙に近いのですが、防御率は 4.35 と割と平凡。ただクローニンの成績で面白いのは、その防御率ながらも今季70回3分の1でホームランをたった1本しか許してないんですよね。この唯一のホームランもシーズン終盤の9月15日に許した1本となりますので、本当にあとちょっとでシーズン通してホームランゼロの可能性もあったと。 4.35 という防御率から想像できないほどにダメージは抑制できており、 FIP も 2.58 とかなり優秀な成績でした。クローニンはシンカーとスライダーのコンビネーションでゴロを打たせるのが非常にうまく、だからこそこれだけホームランを打たれずに済んでいたわけなんですが、ただコンタクトそのものはそれなりに許していまして、 BABIP3 割6分6厘に泣かされた結果としてのこの防御率とも言えるでしょうか。マーリンズ内野陣の守備指標もお世辞にも良くはなかったので、必ずしもクローニンだけの責任とは言えないかもしれませんけれどもね。クローニンに似た部分があるかもしれないのがレッツのフェルナンド・クルーズ。スプリットが特に大きな武器のリリーフで、今季66回3分の2を投げて109奪三振、K パーセント 37.8% は MLB 上 1% 水準と、支配力に関しては超一流とも言える水準です。が、防御率は 4.86 と、まあリリーフとしてはちょっと信用しにくい水準でもあったと。もちろんレッツの本拠地は打者に有利な環境ですから、その影響も無視できないとはいえ、球場補正を加味した ERA プラスを見る限りでは失点抑止に関してはリーグ平均以下のピッチャーであったとは言えるでしょう。調べた限りですと、50イニング以上投げた選手のうち、K パーセント 37.8% 以上で、防御率も 4.80 より悪かったピッチャーは、今年のクルーズ以外ですと2019年のエドウィン・ディアスしかおらず、まあ通常それだけの支配力を示しながら、ここまで結果が伴わないことにはなかなかならないんでしょうね。クルーズの場合スプリットが強力なのですが、いかんせんゾーン外で勝負するボールでもありますので、それが使えないと途端にピッチングが苦しくなる問題はありそうではあります。続いてはオリオールズのコービン・バーンズ。今季32先発で防御率 2.92 の好成績を残し、コンフの先発の FA 市場における大物選手の一人なわけですが、バーンズは実は今季 MLB でダントツトップの41個の盗塁を許すというかなり走られているピッチャーでもあったと。もちろんどれだけ走られても最終的に得点につながらなければ関係ないですし、特に三振を奪えるピッチャーはその支配力で走られた分をカバーし好成績を残しているケースも過去にたくさんあるんですが、今季のバーンズに関しては三振をそこまで奪えていないだけに、よくそれで防御率2点台に留めたんだと感心してしまう部分もあるんですよね。実際かなりレアな記録だったみたいで、1シーズンに40盗塁以上を許し、奪三振率も9未満だった選手が防御率も2点台で規定投球回投げたのはバーンズが1921年以降ですと初めてだったみたいで、やっぱり普通のことではなかったみたいです。年々三振が奪えなくなってきているバーンズでありますが、打球管理の優秀さは健在で、それもまた一つの支配力なのでしょう。ここからは野手ですが、普段はそこまで打たないのに重要な場面では異常なまでの力を発揮したのがブルージェイズのドルトン・バーショー。今季136試合に出場し WRC プラス99とバッティングに関してはほぼ平均値。バーショーが目立つのは外野守備のうまさなわけなんですけれども、しかしそんな彼のバッティングが光ったのがハイレバレッジシチュエーション、試合の重要な局面での打席ですね。この場面に限るとバーショーの OPS が11割近く、今季80打席以上ハイレバレッジシチュエーションで打席に立った選手の中では MLB 3位の好成績と、 TOPS プラスも206と、本人の通常時の打力を考えたらものすごく結果を出したと。1969年以降で TOPS プラス200オーバーをマークしたのはバーショーが12人目のようですが、不思議な力が働いたシーズンとでも言えるでしょうか。
そういえば我らがマリナーズもバーショーのクラッチヒットに負けた試合がありましたね。厳密には選手成績単体でアンバランスなわけではないですが、登録日数と出場数のバランスが全く取れていないのがナショナルズの内野手ナシム・ヌネス。今年1年間ナショナルズのアクティブロースターに登録され、怪我なども特になかったにもかかわらず78打席にしか立っていません。しかもこの78打席も9月に半分以上、44打席も稼いでいますから、開幕から8月末までの期間に絞ると34打席にしか立っていないという、なんとも出番の少ない選手でした。なぜこのようなことになったかといえば、もともとヌネスは打撃に大きな課題を抱えながらも守備力に定評があるプロスペクトだったところ、昨年オフのルール5ドラフトでナショナルズから指名を受けて移籍。ルール5ドラフトの規則上、1年間アクティブロースターに登録できなければ元のチームに返還しなければならないですから、ヌネスをキープすべくナショナルズは意地でも彼をロースターに残したわけですね。打撃が全く MLB レベルに達しておらず、ダイソーや守備固めといった起用が中心だったことからこのようなことになったわけです。これまでのキャリアとのアンバランスさで言えば、レッドソックスのジャレン・デュラン、今季ベースボールレファレンス算数のウィザーリプレイスメント 8.7 とスーパースタークラスの1年送り、真の意味でレッドソックスの中心選手へと成長したシーズン、21ホーマー34盗塁、WRC プラス129はいずれもキャリアハイで、さらに課題だったセンター守備では DRS プラス23、OAA プラス11と劇的な改善も見られ、結果的に高いレベルでオールラウンドなシーズンを送りました。昨年時点でも前身のシーズンを送っていましたが、デビュー後3シーズン合計193試合出場して、ウィザウィルプレイスメント 1.3 の選手だったわけで、特に守備に課題を抱えていただけに、今季ウィザーウィルプレイスメント8オーバーまでいきなり跳ねるとは予想外でした。センターフライを見失ってランニング満塁ホームランを許した彼はもういません。今年のデュランと同様に MLB4 年目のシーズンでウィザーウィルプレイスメント 8.7 以上を記録した選手は過去に16人存在しますが、その多くは3年目までにスタークラスの成績をどこかで残していますし、デュランほどに3年目まで割と試合に出ながらもウィザーウィルプレイスメントはそこまでだった選手が4年目で急激に成績を伸ばした例は珍しいように思います。最後は今年のシュワーバー枠じゃないですが、ダイナミックさと荒さが共存しているような成績を残したのがレッズのエリー・デラクルーズ。MLB2 年目の今季は160試合に出場し、ベースボールレファレンス算数のウィザーウィルプレイスメント 5.2 と見事にブレイクイヤーとなりましたが、しかし25ホーマー67盗塁218三振のこの成績、オールスターに選出されるような選手にもなりましたが、それでもなおロマンを感じずにはいられません。特に67盗塁218三振ですよね。ルールが変わってしまったので一概には比べられませんが、昔だったら60盗塁するような選手が200三振もするようなプレースタイルとなるのは想像もできませんし、実際今季のデラクルーズは盗塁王と最多三振のどちらも達成した史上初の選手になったという、喜んでいいのかどうかいまいちわからない記録も達成しています。まあある意味でデラクルーズの魅力が詰まったシーズンになったというか、とてつもないダイナミックさを持ちながらもまだ選手としては未完成の部分も多い、このアンバランス加減が好きですし、これからどれほどの選手になっていくのか未来への想像も膨らむ、そんな選手ですよね。という感じでざっと見てきましたが、いかがだったでしょうか。今回は独断と偏見で選んだものにはなりますが、皆さんも今季印象に残ったアンバランスな成績などありましたら、ぜひコメントで教えてください。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。